ことなんですけれども、ぜひですね、そういうところをですね、比較してみるのも面白いかなと思います。はい、冒頭にですね、お話の冒頭にテングバレーが紹介としては、ここで減っているよという話をしましたけれども、なぜ減ってしまっているかというとですね、彼らがそのですね、マングローブ林の面積がどん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 減ってしまっているんですね。人間が伐採してしまっているんですね。伐採して何にしているかというと、油ヤシの畑にしてしまっています。油ヤシの畑からは何が取れるかというと、パーム油という油が取れます。パーム油ですね、私たち実はいろんなものに使っていまして、お菓子だったり、インスタントラーメンだったり、お化粧品だったり、洗剤だったり、いろいろなものに使っているので、よし、明日からテングバレーのためにパーム油を使うのをやめようと思ってくださっても、ちょっと難しいと思うんですね。私たちはお菓子も食べたいですし、洗剤も使わなければなりません。なので、パーム油を使わないという選択肢はちょっと難しいと思うんですけれども、ちゃんと私たちにできることもあります。商品によってはですね、あるマークがついていて、そのマークは、この商品に使われているパーム油は、野生下だとですね、もちろんたくさんのオスがいてですね、競争心が生まれますので、とってもですね、鼻も大きくなってくるんですね。なので、現在僕も鼻大きいですけれども、野生下の個体になると、もっともっと大きい鼻の個体になります。はい、それではですね、最後に大きいなんて一つだけ残りますので、これを挙げて終わりにしたいと思います。はい、それではですね、こちらでおやつの亡くなった方でガイドを終わりにしたいと思います。そのあとですね、一応。